その3問の前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと1日となりましたあさっての21日になると値上げとなります理解学習を実践できれば達見試験は1回で合格できる資格です単に問題と解説を丸暗記するだけテキストの内容を丸暗記するだけ そういった勉強法ではなくて理解までしっかりしていきましょうこれが合格の秘訣ですそしてこの理解学習を実践できるのが個別指導ですもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討ください個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認くださいそれでは本日の3問に入っていきます A と B は C に対して1000万円の連帯債務を負っており 各自の負担部分はそれぞれ500万円である。A が800万円を弁済すれば、300万円を限度に B に対して求償できる。丸か罰かという問題です。で、答えは、えー、誤りですね。連帯債務者が弁済したとき、えー、他の連帯債務者に対して、負担部分の割合に応じて求償することができます。で、今回の問題でいうと、A と B の負担割合は1対1。 これは基本的に決まっているというふうに思ってください。連帯債務の場合は負担の割合は1対1なんだってことですね。まあ、宅券レベルではそれで大丈夫です。ということなので、800万円のうち半分である400万円を限度に B に対して求償できます。今回の問題は300万円ってなってますね。300万。これが誤りってことですね。800万の半分である400万円、これを B に対して求償できます。このあたりは試験レベルの問題なので、ちゃんと理解しておきましょう。 個別指導の受講者様には、まあ、この問題の解説だけじゃなくて、別途関連ポイントも合わせて解説させていただきます。まあ、そういった、ね、関連ポイントもしっかり頭に入れることが重要なので、わからない方は自分自身で調べながら関連ポイントも頭に入れていきましょう。で問い2ですね。宅建業者 A が宅建業者でない B から A が売り主である宅地について喫茶店でその買い受けの申し込みを受けた。 つまり A が売り主業者で B が買い主だということですね。そして B は申し込みの撤回を書面により行う場合、その効力は B が申し込みの撤回を行う旨の書面を発した時に生ずる。丸かツかという問題ですね。まあ、つまりこれ何言ってるかっていうと、まあ、B さん申し込みしましたよね。B さん申し込みしたけれども申し込みの撤回をしたいと。書面で申し込み撤回させてくださいっていうふうに、 売り主 A にま郵送するって話なんですね。書面発するって郵送するってことです。そしたら申し込みの撤回の効力は、書面を発送した時に生じる丸かツかという問題なんですね。で、答えは丸です。クーリングオフっていうのは、書面を発信した時、つまり郵便局に書面を出した時ですね、に効力が発生します。つまり、宅建業者が故意に受け取らないと。 つまりこの書面ですよね、撤回、申し込み撤回の書面を受け取らなかったとしても、効力は発生するんだ。つまり、飼い主は保護されるわけですね。飼い主は発送しさえすれば、もうクーリングオフによって申し込み撤回できるわけなので、飼い主は保護されるというわけです。まあ、これは基本事項なので、必ず頭に入れておきましょう。で、戸井さんですね。高度利用地区は 市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るため定められる地区であり、用途地域内において定めることができる、○か×かという問題です。で、答えはこれ丸ですね。高度利用地区っていうのは市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新等を図るために定められる地区です。まあ、簡単に言えば空中部分。 2階以上の部分ですね、これを有効に利用するために、小さな建物をできるだけ建てずに、比較的高い建物を建てていく区域です。そして、高度利用地区っていうのは、用途地域内に定めることができます。 これもイメージできるとすんなり頭に入るので、個別指導ではどうやってイメージするかまで解説しています。このイメージがあれば覚えなくても答えを導けるはずです。しっかりイメージしながら頭に入れていく。また、問い値でもお話ししたように関連ポイントは一緒に頭に入れていく。まあ、こういったこれは技術というのか、ノウハウというのか、テクニックというのか、まあ、そういったものは、ね、できるだけ使っていきながら勉強を進めていくと効率的です。 そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと1日となりました。あさっての21日になると値上げとなります。理解学習を実践できれば、卓球試験は1回で合格できる資格です。単に問題と解説を覚えるだけじゃなくて、またテキストの内容を覚えるだけではなくて、ちゃんと理解までしていきましょう。そうすれば、1回で卓球試験は合格できます。この理解学習を実践できるのが個別指導です。 なんでもしあなたが次の試験で絶対合格したいというのであればぜひ個別指導をご検討ください今からであれば次の試験であなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいですあなたの受講をお待ちしておりますレトスの小野でした